ヘラブナギャラリー。今回の舞台は静岡県田貫湖。絶景に魅せられ多くのファンが通い詰めるこのフィールドで12月の野釣りを楽しむ。今回の釣り人はトーナメンター戸祭義明。9日の昼ごろ現地で落ち合った。おはようございます、戸祭義明です。今日はですね、静岡県にあります、田貫湖へやってまいりました。今回、僕はあの田貫湖のチョコは、初めてなんですけども、ちょっと、静岡寒いと、言われて、来たんですけども、まあまあ寒くないかなという感じです。初めて来たので、今とてもワクワクしています。今日はどんな釣りになるか、ものすごく楽しみです。頑張ってやってみたいと思います。よろしくお願いします。師走の喧騒を離れ、戸祭義明が美しい景色に溶け込んだ。戸祭義明、10代の頃からヘラブナトーナメントで活躍。管理釣り場も野釣りも大好きという根っからの釣り人である。12月9日の昼ごろ、田貫湖の一本松桟橋で彼と落ち合う。戸祭さん、お待たせいたしました。おはようございます。お昼になってしまいましたが、はい、今日の午前中はどのような状況だったんでしょうか。そうですね、事前で聞いてた話と全然違うだと。なんか来たら2頭目から浮き動き始めて、なんかあれよあれよって今釣って、今お昼で60枚なんかね、この間の土曜日からこの辺りにこう放流ベラがこう接岸し始めて、なんか今日はとてもいい日に来たと、あの地元の方が言っておられました。はい、で今もこうずっと続いている状態ですね。どういった釣りをされているんでしょうか。今日はですね、事前情報で、まあ、底釣りがいいんじゃないかという話を聞いてきたんで、まあ、普通に底釣りから始めました。で餌の方がですね、バラケにグルテンで始めたんですけども、思った以上にこうシンベラ多いなっていうのに気づいたんで、まあそのまま両グルテンで今釣ってる感じですね。もうバラケが必要ないっていう状態ですね。竿は今何尺を使われてますか。今日はですね、ガマヘラの原音点15尺。朝一の2投目から順調に釣れ続き、午前中ですでに60枚をキャッチ。最初はバラケとグルテンのセットで始めたが、すぐに両グルテンに変更したという。大体浮き下の水深ってどのくらいになるんでしょうか。そうですね、今浮きの位置が竿でいうと3本ぐらいなんで、だいたい3メーターから 3.5 メーターぐらいってとこですね。狙う水深は3メートルと少し。重りに導かれた2つの餌が着底して浮きが馴染むまでやや時間がかかる。いい当たり。
シンベラです。これは可愛い方だね。およそ1ヶ月前に放流されたシンベラはこのサイズがアベレージ。この上から3番目の赤が出るか出ないかぐらいのところが、そうですね、着底した位置ですね。こうある程度こう先へ下がっていってるんで水深が、はい、こうちょっと打つ場所を変わるとあの目盛りがこう変わったりします。これはまだ着底してないです。桟橋から沖に向かって緩やかに深くなっていく地形。そこに多少の起伏があり、着底地点によって浮きの目盛りも微妙に変化する。今赤が沈んでしまったのは風の影響ですか？今は多分ちょっと深い方へ行ったんですね、大きめにこう仕掛け全体が斜めになると目盛りが沈みます。仕掛けがこう垂直になるほど目盛りは出るんで、角度の問題ですね。ああ、いい当たり。群れの回遊次第で当たりが続いたり途切れたり、その状況を冷静に捉えながら次の手を打っていく。仕掛けが落ち着き、浮きが馴染んだ。いい当たり。でかい。今日一。これはジベラかな。来た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 。でかい。バレんなよ。あー、いいヘラ。おい、これはすごいよ。これはすごい。めっちゃいいヘラ。オフ。はい。最高のヘラでしょう。これジベラですよ。さっき釣ったのは放流ベラで、これがジベラ。今年の新ベラとは明らかに異なる体高、姿形の美しいタヌキ湖のジベラであった。仕掛けが落ち着き浮きが馴染んでから間を置いての明確な当たりだった。放流ベラばっかりで今1枚。数も型も雄大なロケーションをバックに全てが出揃った。
もう OK でしょう。もうこれ釣っちゃったらね、もう完璧ですよ。まさかジベラが来るとはな。トマツリがまさかと口にするほど、この時期のジベラの確率は低い。新ベラが放流されていなければ、かなり貴重な一枚であったに違いない。今、大型が釣れたんですけれども、はい、朝から60枚以上釣られて、はい、その新ベラも含めて、サイズ感といいますか、どうなんでしょう。そうですね、朝釣ってた新ベラはだいたい3枚1キロぐらいだと思うんですよね。今のは多分700か800ぐらいあると思いますよ。手応え的にはいかがでしょう。いや、もう言うことないですよ。朝数釣って、で今ジベラが来て、でこんなに釣れて、富士山見えて、帰りたくないね。当初抱いていたイメージは、渋いながらもジベラを釣っていくというもの。だがいざ蓋を開けてみると、年に数回という最高のコンディション、思わぬ形で幸運が重なった。なんでこんないい釣りはもっと早く来なかったんだろう。初めてなんですよね。初めてです。ちょっと静かになったね。魚の群れは近づいたり離れたりを繰り返す。当たりがなければ次のチャンスをじっくりと待つ。この付近を回遊していることは間違いない。帰ってきた。浮きが馴染んでからしばらくして当たりが出た。次の一頭に注目。100点。理想通りの当たりに思わず100点が飛び出した。